こんにちは、レイセンです。今日は10月19日土曜日になります。絶食552日目、552日目ですね。 EM 活性液開発は21日目です。天気は曇り、今のところ今日は一日曇りかな、雨降らなさそうな感じだけどな。で、睡眠時間は今のところ3時間半とってます。尿回数は4回ですね。現在時刻は午前7時半回ったところです。で、まあ今日も別に一緒かな、同じような感じでやっていこうかなと思っています。まあ、SD カードが来たら SD カードで、あのガラケーだね、ガラケーうちの母のガラケーから写真データを取り出すっていうのをまあちょっとやるぐらいかな。あとは買い出しで、果物ジュースとか、まあ、野菜ジュース買ってくるってとこですね。で、まあ最近 6.5 リッターばっかだけど、うん、まあ少しでも減らしていきたいってとこです。できたらねできたら、今日はちょっと難しいかな、なんかたくさん取っちゃいそうな感じがありますね。うん、まあ、いつもと同じような感じでやっていきます。そしたら、絶食552日目始めていきます。今日の1回目作っていきます。カゴメ野菜生活100グリーンスムージーですね。これを250、この最初の1杯目がどのぐらいでなくなるか次第だよねすぐなくなった時はたくさん、まあ取っちゃう日だなってなるし、有機豆乳を250で、あときな粉、スタイル1のきな粉を大さじ1杯。今日もなるべく早い段階、早い時間に買い出し行こうかなって思ってます。うん、きな粉もないし、他にもね一通り買ってくるんで、で塩ぬちまわすね、ぬちまわすを 0.5g だけね入れて、でこれ EM1 の残りだね。これを大さじ1杯、まあ、こんなところかな。 あと水、神社の井戸水を250。これどうしようかな、 EM1、 とりあえず EM1 で、あ、まあ大体、まあちょっと微妙に少ないけど、まあ大体大さじ1杯ぐらいってことで、あと塩だな、塩は 0.3g だね。あ、0.4 いっちゃったな。0.4。まあいいや、0.4 で。したら、これ飲んでいきます。え、次入れてきます。カゴメ。これ一応250。まあ、フロア上がって、紙棚終わったとこですね。最初の一杯目がマッハで消えてったんで、今日はちょっとたくさん取っちゃいそうですね。で、あと有機豆乳を250。今9時半ぐらいになったら買い出し行ってこようと思っています。まだ空いてないんでね、あと1時間ぐらいで。15日に本当はあの神棚のお酒お供えしなきゃっていうのがあったんだけど、すっかり忘れてて、昨日気づいたんだよね。あれ、そういえば今日15日もう過ぎてるじゃんって、まだお供えしてないよって、うん、まあそれもコンビニで買ってくるってとこです。で、きな粉大さじ1杯と、あと塩だね、塩ぬちまわすを 0.5、 うん、 0.5 入れて、で、あとこれオリジナル活性液だね、うん、野菜生活100のオリジナルを使った活性液、うん、これを大さじ1杯、うん、やっぱこの容器いいな、うん、使い勝手いいわ、こっちの方がいいね、うん、普通のペットボトルより、まあ、今後はこれでやっていく。したら飲んでいきます。
そしたらちょっと買い出し行ってきます。次、今買い出しから帰ってきたところです。フルーツミックスを300で、ちょっと雨降りそうだったんでね、きな粉は買ってないんだわ。もう一軒スーパーちょっと寄ってこなかったんで、まあきな粉、きな粉はそう緊急性ないもんで、まあ、最悪なしでもいいから、とりあえず飲み物だと、あと神棚にお供えするお酒ですね、とそれとね、あとこれカゴメ野菜生活100スムージーシリーズのきなこ&ナッツミルクミックスってやつだね。これコンビニファミマに売ってたんで、きなこ入れてるもんで俺と同じだと思って、どんな味か見るだけ見とこうかなってとこですね。なんかかすかにナッツっていうか、あのアーモンドかな、アーモンドの匂いが少しだけ、まあいいけど、なんかとろみがあって、ちょっとなんか生臭いような微妙な味わいが入り込んでる感じだね。ああ、きな粉っぽさが少しある。少し入あるね。で、なんか確かにあのナッツの木の実のような、あ、生の木の実っぽい味っていうのかな、生の木の実っぽい味がするっていうのかな、そんな感じ。まあ甘さもあって、まあわりかし美味しいけど、これすっごい美味しいって感じではないな。まあ確かにきな粉の味じゃちょっとあって、ナッツミルク、ミルク、まああのペースト入ってるもんね。アーモンドペーストとヘーゼルナッツペースト、カシューナッツペーストで、ピハ調整剤とか乳化剤も入ってんだな。まあ割と美味しいね。いいかもしれんな。まあ味のバリエーションの一つに加えても良さそうな感じだね。まあすごい美味しいってわけじゃないけど、悪くない、悪くない味ってとこです。まあこれとりあえずに、300だっけ、これ330だね、 330ml 飲んでいきます。次入れていきます。オリジナルを250と有機豆乳を250したらこれ飲んでいきます。次入れていきます。フルーツフェスタフルーツミックスを300と有機豆乳を200したらこれ飲んでいきます。次入れていきます。フルーツフェスタフルーツミックスを300、まあ、編集終わったとこですね。まあちょっとゆっくりします。で有機豆乳を200、まだおならがね時々出るんだけど、ちょっと臭いんだよね。まあ今日はちょっと多めに取ってるからな、今日はまあしゃあないんだけど、やっぱね臭いおならは嫌だね嫌だ、あんまいい匂いじゃないからな。まあでもこの匂いっていうのも意味があるんだろうな。やっぱ臭いおならっていうのは、まあ、体が警告を発してるっていうかね、良くないぞって教えてくれてるってことなんで、まあ、だから臭いんだろうな。そしたらこれ飲んでいきます。次入れていきます。フルーツフェスタフルーツミックスを300
と、メラク、有機豆乳を200。したら、これ飲んでいきます。なんかすぐ飲んじゃったんで、もう一杯入れていきます。フルーツミックス300と、有機豆乳を200。したら、飲んでいきます。次入れていきます。フルーツミックスを300と、有機豆乳を200。したら、飲んでいきます。次入れていきます。オリジナルを250と、有機豆乳を250。したら、これ飲んでいきます。次入れていきます。オリジナルを250と、有機豆乳を250。したら、これ飲んでいきます。次入れてきます。オリジナル。まあ今日も飲みすぎだけどね。今は風呂入れてるとこなんで、まあ10分ぐらいしたら入っていきます。で、有機豆乳250。もうお腹いっぱいだけどね。あんまりこれ以上飲むともう気持ち悪くなっちゃいそうなぐらいなんだけど。でもなんか取りたいんだよな。したら取っていきます。次入れていきます。オリジナルをそのまま原液でいこうと思うんで、500。したら飲んでいきます。すぐ飲んじゃったんで、次入れていきます。オリジナルを250。まあ原液でも美味しいけど、なんか物足りないんだよな。有機豆乳を250。したら飲んでいきます。で次入れていきます。オリジナルを250。これでもうオリジナルは全部飲み切った形ですね。で、有機豆乳を250。すごい量飲んじゃってるね、今日。どのぐらいいくのかな、これ。と泡があるんで、いいとこでしょう。で、きな粉。大さじ1杯と塩抜きます。大さじあじゃあね 0.5 0.5g、入れて、でオリジナルの活性液、これを大さじ1杯、したら飲んできます。次入れてきます。これ1を250と、有機豆乳を250。したら飲んでいきます。で次入れていきます。これ1を250と、あと有機豆乳を250。したら飲んでいきます。おはようございます。今午前8時40分ぐらいですね。そしたら今日も体重測定の方入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、で側面と背中、
67かなですね。で血圧測っていきます。100-75です。今日の結果報告です。今日は天気曇りのち雨ですね。で睡眠時間は3時間半ほどとってます。午前2時から3時までの1時間と午前3時半から6時までの2時間半合わせて3時間半ってところです。で、ウォーキングなし、ウェイトトレーニングも今日はなしです。日中の室内温度今日は計測してないですね。今日はまあ涼しかったってところです。で、飲んだもの、野菜ジュースが 3330ml で、豆乳が 3700ml で、果物ジュースが 1800 ですね。で、水は250になります。で、合計が 9080ml で、水250のため実質は 8830 ですね。まあなんで今日はまあ9リッター絶食だね。9リッター絶食取りすぎだね。ここまで来ちゃったね。まあ9リッター前もちょっと休息日に入ってで、まあ、5000-6000取ってて最後9000ぐらいいっちゃってそっからまた 1.5 リッターに戻せてるもんで、まあ、9000までいったらまたどっかでね 1.5 リッターに戻せるんじゃないかなと思ってますけどね。で、今日はきな粉大さじ3杯、野菜活性液大さじ2杯で EM1 も大さじ2杯で塩はね 1.9g でね、ちょっとこの間まで勘違いしてたね。勘違いっていうかまあ記録ミスというかまあ勘違いだわな。塩、昨日塩 18g って確か言ってたと思うんだよな。 18g も取ってないっちゅうね。 1.8g だね、うん、1.8g だった昨日はね。でその前の日10月17日もね確か 29g とか言ってた気がするんだよな。29じゃない、 30g も取ってない。 2.9g だね、うん。2日前の17日の日は塩 2.9g で昨日は塩 1.8g で今日は塩 1.9g ってところです。なんか記録取るときにねちょっとね小数点一つずれて記録してたもんで、うん、まあそんなところですね。29g とか多すぎだっちゅう話だな。うん、まあそんなところ、まあ3グラムから2グラム、2、3グラムってところだね、塩は。で、尿回数24回出てて、濃さ完全無色、量は平均的な量から多い時がありました。大便は0回です。今日は出てません。おなら若干多め、結構臭いってところです。まあね、まあそんなにね、頻繁には出てないんだけど、うん。やっぱり活性液だね。活性液をたくさん飲んだりしなければ、そんなに頻繁に出ることはない。お腹はもうゴロ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 一定を臭うならが、もう連発するようなことはないんだよ。あ、時々ね、時々はあるんだけど、うん、昨日に比べたらちょっと若干多いかな、今日は。うん、まあ飲んでる量が多いでな。うん、で、まあ匂いも結構臭かった。うん、まあすっごく臭い時に比べたら、まだちょっと、だいぶ落ち着いてるっていうかね、うん、柔らかいにまあ少し薄めの臭さではあるんだけど、それでもまだ結構臭い、うん、あんまりいい匂いじゃないなと思ったもんで、ただ匂いのちょっと臭い時とまあそんなに強く匂わない時とやっぱあるね。一日の中でもやっぱ匂いの強さっていうのがちょっと違ってるっていうか、いつも同じ匂いじゃないっていうのかな、匂い、同じ匂いとか同じきつさっていうかなではないんだわ、うん、ばらつきあるんだけど、まあでも大体全体通してやっぱちょっと結構臭いかなって思ったね、うん、まあ一番臭い時を10にしたらまあでも5、6そのぐらいかなってとこですね、うん、なんかそんな感じです。で今日の計測時刻は午前8時40分頃に計測しています。昨日よりも2時間ほど遅いですね、まあ、0.2 キロぐらいは減ってるってことになりますね。体重 57.20 キロ、プラス 0.6 キロの増加です。昨日と同じ時間に測ったら 0.8 キロの増加ってことですね。
割と増えてる。で、BMI は 18.1 でプラス 0.2 の増加です。体脂肪率は 9.7% でマイナス 0.4% の減少です。体脂肪率は減ってるんだよね、ちょっと。この辺はなんだろう、昨日の数字がちょっとどうかなって思うけどな。これでも 9.7 なんで割と高いですね。で、BMI も18いったんで、まあこのぐらいいくとちょっと安心するけどね。まあ18ぐらい欲しいな。で、血圧100-75、最高血圧-4、最低血圧-2。まあ、誤差の範囲内、このぐらいならね、って見方もできるけど、ちょっと減ってるかな、血圧も。ちょっと少し減ってるかなってとこです。今日2回測ってて、1回目が108-72、2回目が100-75なんで、まあ、このぐらいだと誤差の範囲内かな。ってところですね。で、脈拍74でプラス9。ウエスト67センチで1センチの増加です。まあ 0.6 キロ増えてるんでね。まあウエストは増えてても不思議はないでしょう。で、今日の気づき。今日の気づき。夜ね。夜風呂から上がって、まあ風呂入って、で、まあ風呂から上がって、体も拭いた後に、フルーツ塩活性液だね。フルーツ塩活性液を、まあ、頭からジャーかけて、で、体とかに、上半身もう塗ったんだよね。塗って、で、上がってきて、で、体乾かして、で、しばらくね、しばらくしたらね、ふっと手見たら、なんか手の甲の状態がね、割といいんだよ。あれなんかちょっとなんかツルッとしてるっていうか、若い時のなんか肌にちょっと近いっていうかね、手の甲の具合がね、なんかガサガサしてなくってしっとりしてて、なんかちょっと近いなと思った。あ、なんかちょっと肌良くなってると思ったね。なので、フルーツ塩活性液、あれいいかもしれないね。あれ原液でつけるっていうのがね、原液でつける。ちょっとね、少しベタつくけどね。まあでも乾くとまあそのベタつきも、だいぶ薄れるっていうかね。で、つけててもね、なんかやっぱ頭皮に違和感とかもないっていうか、むしろなんか調子がいいっていうかね。ちょっとなんかうっすら痒みを感じる感じがあったりね。ちょっと調子いいんだわ。なので、原液だな、やっぱり。原液でつけるのがいい。ただまあ日中ね、朝とかやっぱり夜寝てる時って寝汗かくもんで、朝風呂入るよね入らない人もいるかもしれないけど、夜結構寝汗かくから、朝風呂入らないと結構汗の匂いが出ちゃうよね、ベトつくし、で朝風呂とかでシャワー浴びたりするよね、大体。で朝、まあ、シャワー浴びた時はやっぱりね、活性液つけた状態で外出ると匂いが結構出ると思うから、活性液の匂いがね、甘い匂いがね出ると思うから、まあだから朝に関してはまあシャワーはしないもん、シャンプーはしないもんで、頭洗う時に活性液つけて、でまあ頭ちょっとこうやってマッサージっていうか、まあ洗うような仕草で汚れ落として、で体、まあ顔にもちょっと塗ったりして、で湯船だね、浴槽にちょっと使って5分ぐらいいるといて、その後だね、その後に、まあ、シャワーもう一回浴び直して、で全部落として、活性液も全部落として出てくるっていうね、まあ、5分ぐらいだけど、やっぱりつけとくとね違うんだわ、肌のねスベスベ感がちょっと違うんだわ、調子がねいいんだわ、少しね、やっぱり違う、明らかに違う。これだもんで、朝はそういうやり方でやる、つけて、活性液つけて5分ぐらいしたら洗い流すって形だね。そうすると匂いもまあ出ないし、で、まあ、汗も洗い流されてるしって、まあいいんじゃないかなって思う。で夜に関しては全部もう風呂から上がって、で体も拭いた後にね、拭いた後にフルーツ塩活性液を頭からかけて、で体中に塗るっていう形だね。これやるとね、肌がちょっと再生するっていうのかな、若返るもんで
いいかもしれないと思った、うん、なんかね塩入れてないフルーツ活性液よりフルーツ塩活性液の方が調子がいいな。フルーツただのフルーツ活性液の時はなんか肌がちょっとなんか若返ってきたかもみたいな感じはなかったんだわだけどフルーツ塩活性液で若返った感じがあったもんで、あこっちの方が正解だなと思った。でもねやっぱ魂教えてくれたあのアップル塩活性液だね、あれいいかもしれないね。フルーツ塩活性液はあのフルーツのなあのフルーツジュースだね、フルーツミックスの中の大半っていうかまあ一番多いのはアップルだもんで、アップルジュース原材料名の最初の方にアップルが来てるから、なんかフルーツミックスの中に一番多く入ってるのはアップルなんだわ、うん、そのアップルがたくさん入ったフルーツミックスの活性液でこれだけ効果が出たってことはアップルでいけるんじゃないかなってとこですね。うん、あとこういうベタつき感とかもしかしたらあの頭皮とかにもマイナスになってる可能性があるけど、このベタつき感っていうのがそのフルーツミックスの中に入ってる他のバナナだとか桃だとかああいうのかもしれないもん でそういうのが入ってないアップル塩活性液だね、これだと一番いいかもしれない、もしかしたらね、まだ試してないけど、まあどっかで作りたいし、うん、まあ容器が開いたら作ろうかなと思ってます。あとコレイチのね活性菌も作りたいしね。コレイチはでも魂はなんかそれじゃないって言ってるもんで、うん、まあでも一応ね一応やっとくだけやっときたいなと思ってるし、うん、魂が教えてくれたとりあえずグリーン活性菌とアップル塩活性菌だね、まあこの辺はちょっと早めに作って試してみたいってとこですね。まあそんな感じです。顔に関してはそう大きく変わってないけど、やっぱね、あの最近この辺がね、目の下のあたりとかがね、なんかじんわりするっていうか、なんか突っ張った感じになるっていうかな。前も話したよね。前もウエイトトレーニング行ってた頃にそういうのが出るっていう話したと思うけど、あれがね、あの魂にあの若さの酵素をもたらすようにって命じてる時だよね。命じたりするとね、あのこの辺が突っ張ったりするんで、突っ張ってくる感じがあるっていうのかな、うん、不思議とね、うん、でやっぱり自分がこう若返っている姿をイメージするっていうね、うん、なんかね顔がこうちょっと光っていろんなねイメージの仕方を試してるんだわ。でその中で一番効果があったのが、顔がこうパーッと光のように光って光りつつ、なんか若い頃の若いあの子供の肌みたいなああいう弾力があって柔らかくてっていうね、うん、あのふっくらしてるっていうね、うん、ああいうあのしっとりした感じの肌っていうのかな、ああいうのをイメージしてると、そうするとなんかちょっとあのこの辺が突っ張った感じになってきて、目の下のあたりが突っ張るっていうことはこれ若返っているってことだと思うんだよね。目の下ってなんかちょっとこうなんか線が入ってきてて、うん、あんまりなんかあの肉付きが良くないっていうのかな、うん、そういうのがあるんだわ。だけどそういうなんか突っ張る感じがあるっていうことはこの辺が再生してきてるのかなっていうふうに思うもんで、うん、なんかねなぜかそういうあのイメージした時とか、魂に若さの酵素をもたらすようにっていうふうに命じた時とか、そういう時に出てくるもんで、この突っ張る感じっていうのがね、あれは若返っている証拠かもしれない。若返っている最中っていうのかな、若返りが起動していると状態っていうのかな、うん、そういう感じ。あれがおそらくいい状態、ああいう状態がたくさん、まあ、長く続けばね、うん、どんどん若返っていくかもしれないから、うん、あの辺、まあ、今後も様子見ていくっていうところです。あ一応今のところ、まあ、でそのアップルじゃない、フルーツ塩活性菌をつけるとね、やっぱちょっとなんかしっとりするんだよ、肌がしっとりするんだわ。多分でね、肌の若返りっていうのかな、それにはそのフルーツ塩活性菌、まあおそらくアップル塩活性菌もいいと思う、まあ、果物塩活性菌だな、これがいい。塗るならやっぱこれがいいと思った。うん、そんなところかな。今日はあんまりきな粉ももうちょっとないもんで、在庫がないっていうのがあってあんまり取ってないんだけど、今日 EM1 も大さじ2杯、野菜活性菌も大さじ2杯だね。
まあ、全部で大さじ5杯ぐらいまでが良さそうだもんで、まあ、それ以上はまあ取らないようにしようかなと思ってるところです。うん、で明日一応買い出し行ってきます。またねこんだけ言えば9銭取るとね買い出し行って買ってきたもの全部使っちゃうもんで、うん、また行かなきゃってとこですね。ただあんまそう頻繁にこんな量で買ってられないもんで、まあ明日ぐらいかな、明日ぐらいまでで、まあそれ以降はちょっとまあ絞っていかないとなってとこですけどね。うん、じゃないとまあきつい。うん、ですね。でまあきな粉とあともジュース類、飲み物類だね、豆乳、野菜ジュース、果物ジュース、まあその辺は明日が帰ってくるってとこです。うん、でなるべく減らしたいけど、まあ明日はおそらく減らせないだろうと、まあ今飲みたくてしょうがない感じだもんで、一回スイッチ入っちゃうとね、どっかで踏ん切りつけるまではね、それがねあのタイミングがあるんだわ、踏ん切りつけるのも。うん、無理やりやってもねあかんのだよ、うん、またリバウンドみたいになっちゃうんだわ。でもすんなり行くときはすんなり行くもんで、タイミングがあるんだよ。まあそんなところです。そしたら、絶食552日目完了です。それではまた明日。